グダグダ天国の時間でございます。おっしゃー、すいません、いつも毎度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 いただきまして、評判がいいわけですよ。あ、そうですか。やっぱりね、なんかあのいろんな動画ありますけど、やっぱしゃべりでね、やっぱそうですよね。おしゃべりでこの笑いが取るっていうのはやっぱいい、入ってきやすい、入ってきやすいし、真骨頂、笑いの真骨頂ですよ、ほんとね。過去何回かやりましたけど、あんたトークしてないですか？今日めちゃめちゃしてますよ。してますよ。はい、マジですか。じゃあ、しんさんいない回ではみんなトークして盛り上がって終わってるんで。休みの時もあるんですね。そういうのあるんですよ。スペシャルゲスト。そう、スペシャルゲスト。メインゲスト。メインゲスト。あれ。さすがだ。ぜひ喋ってもらってね。で、喋れていきますね。で、なんかありました。何かありました。毎回なんですよ。ちょっと上手なってきてるけどね。なんで彼を司会にしてるのか。このコーナー入りがやっぱスッと入れるから、なんかありますので、やっぱね、出るのがやっぱり原因じゃないですか。いいと思います。はい、ちょうだい、ちょうだい、ちょうだいよ、一発いけばよ、一発スッといけよ、スッと。去年ぐらいね、おもろいやろ、喋りにくい、おもろそやな、おもろいやろ、雰囲気がもうおもろそやもん、いきり立っとるやないな、あ喋りたいやろ、いけいけ、いけ、いったね。1年ぐらい前ね、1年もう1年前、もうネタカバーするみたいなライブがあったんです。誰かのネタをカバーする。ええやん、ええやん、ええやん、なあそれ、ええやん、おお、ええやん、ええやん、合図地もええやん、ええやん、ええやん、どんどん上手くなってます。はい、1年前ネタカバーするね、ライブがありまして、で我々ダーリンズがバイキングさんの帰省ってキングオブコントでやった決勝の決勝だったあのネタをカバーするっていうねことになったんですよ。主催者にお願いされて、上がってきたねってことや、上がってきたねってことや、野球見てんの、どうぞどうぞ、落ちに向けて上げていってるからあるね。で、ダーリンズね、もうそいちいちそんなもんね、前の日集まって練習しないじゃないですか、ライブ当日で、もう台本見て、あ、もうそろそろ入ったかも言って、で、公演で練習してたんですよ。そしたら、あのネタって、その、なんかひだっていう、超有名なね、キラフレーズ、キラフレーズあるよ。それを僕が満勤で、公演で、なんかひだって言ったら、周りから見てた人が、あの人たちすごくパクってるんだけどみたいな顔で見てきてたんですよ。見てきて、見てきてたんですよ。見てきてたんですよ。そっからあるでしょ、やっぱオチがあるでしょ、でっかいオチがあるから。タイトルでしょ、今のタイトル。そう、腹立って、もう腹立ったよ、腹立ったもん、腹立ったわ、どうだろう、向こうが、向こうが、いや俺が、あパクってるみたいな顔。そうそうそう、ええやん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 、おお、ええやん、言うてるやん、言ってるやん、ええやん、ええやん、おお、誰やもてんねん、誰やもてんねん、誰やもてんねん、おい、ダーリンズの松本じゃん、知らんねん、ライン来ました。ライン来た。ライン来ました。す
水道ですか、まず、うん、一言、うん、はい、はいはい、うん、寒いですか、うん、動いてるので特にそんなことありません。ああ残念です、うん、何が、うん、残念ですよ、うん、何が、うん、公営品で欲しいのです、うん、どういう願いやねん、うん、あで、帰ってこないで、終わり、ああ押したら、終わったな、帰ってけはい